ミドル？手を上げてる。うん。あ、やっぱり。お、右は、でもね、多分斜面かな。出ないね。キャリーで終了みたいな、うん、終了ベタみたい。うん、大将。いや、ちょっとトップが吹いた。私すごい右の癖があって、最初スライサーだったんですよ。うんうん、スライサーで、で手で引っ掛けて左に持ってくようになったから、持ち玉が引っ掛けになっちゃって、うん、だから右を向いて左に引っ掛けるっていう。わかる。だからこうでしょ。だからこういう感じになってくるよね。右向いてこう打つ。でもね、大半なんだって。もう8割か9割以上右向いていくんだって、ゴルフ。やっぱりさ、これ横向いてさ打つから、するスポーツってないじゃん。ない。やっぱ見た目とあれがなんか、そうだね、確かに横向いてやってるもんね、うちら。今回ってて気づいたのが、なんかアンジュレーションが多い、フェアウェイの。だから結構いい位置打ってっても難しい。だってもうアプローチむずいもん、花道なのに。超むずい。こういう時に森さんに言われた、イメージをしよう、ふわっといくのか、ボールにどういう回転をかけるか。結構いい感じだけど止まる。止まっちまった。これイメージをね、出した方がいいよって言われた。ちょっと戻します。はい。あー、惜しい。ここ切ってあるところでさ、全然なんか分かりづらい。錯覚がすごい起きるって感じ。そうだね、うん、錯覚が起きやすいグリーンです。リピートしてるだけ。バレた、バレた、バレた。めっちゃスコアカード書いてたらリピートしてるだけなの、バレちゃった。なんか最近ね、ドライバー調子良いんだよね。また今昔のドライバー振ってんだけど、ちょっとそこら辺は気にしないでください。理由はいろいろあるんです。右 OK。と思って振ると良くないんだって、森さんが言ってた。なんかあると思える。なんかある。なんかあるよ。もうね、左はアウトだから、左向いて右向きだ。はい。おー、ナイスショー。ベストじゃん。ベスト。今日ショットはいいのにな。ショットは気持ち80代前半、パッティングは90代って感じ。何もないって思って打つと、なんか気持ちいいって思うコースほど考えなさいって言われた。なんか打っちゃうじゃん、なんかどうでもいい感じで。大体広いところに限ってこういうところとか入ったりするから、ちゃんとこう、そういう時こそイメージを出して打ちなさいって言われたことを学習して打ちました。丸。なんかいつもあと2ホールぐらいになったらスコアを数え始めてしまうんですよ、試合中に。お、数えない。逆にそんななるまで数えないの。うん、
あ、なんかひどかったら線路が引き始めるけど、はい、エリカちゃんいつ数える？最初から数えてる？今何オーバーみたいな。数えてるよ、もちろん。あ、そうか。数えてる？レイちゃんも毎回数えてる。で、なんかマイホール今何オーバーみたいな認識はある？まあある程度、なんか私3つずつ区切るかなって思う。3つずつ3つずつ区切って、まあ、目標スコアだったら3つのうちの2個はボギー打っていいとか。なるほどね。で3つ、そうすると3つで2個打ったら今回はこれで OK、うん、で、うん、1個パーが多く取れたら次はもう1個ボギー打っても平気だとかって数える。あ、なるほどね。その3つで切って次に、うん、目玉になって、目玉に落ちた。あのね、ここに一回行ったの。また戻って入った。ここに行って戻った。めり込んでます。でも私これさ、開かない。バン？バンでもいいんだけど、バンだとさ、バンの方がいいか。バンやってみてください。はい。バンでいきます。はい、バーンいいじゃん。バーンいいね。バーンいいじゃん。バーンいい。で、そうだよね。バンカー緩んじゃダメね。はい。はい、先生。バンカー先生だからエリカちゃん。うまい。うん。うまいよ。はいね。おお。いいよ。開くね。伸びる。ピン位置が右にあるとうちらでもそんなだけど、右から狙いづらい今日は。あら、ありました。あ、ありました。どうしよう、刻みたい。いや、刻むのもゴルフです。いや、一回グリーンの中央に刻んだら、あ、あっち左のあの黄色い方。いや、右、グリーンの中央に刻むんだって。越えなきゃいけないじゃん。そう、越えてパターやればいい。いやだ、無理だよ。そう、うん、無理。私これ全然もう池に入るイメージしかないもん。もう150ヤードバーンって打ってグリーンに刻めばいい。いや、黄色のやつは黄色。黄色にこれ刻みミスったらもう本当もうちょっと選手権ちょっと考えるわ。あ、黄色じゃないけど、全然違う。ほら、やっぱさ、難しいアプローチが残ったじゃん。だからグリーンの中央を狙えって言ったじゃん。絶対無理これ。こうでしょ。ちょっと待って、ストップ。あー、もうちょい、あ、もうちょいだ。ナイスコアじゃない？
入る。バンカー、ハザード。てかいつの間に書いてるの、こんなの。カード乗ってる時？いやいや、あのグリーン周りに着いた時に書いてる。みんながパッターンしてる間に書いてる。本当はこういう状態なんですよ。こういう状態なのをこういう感じにしちゃう。そう、一応グリーン周りだけね。いや、これでもいつから書くようになったの？うん、今年。やっぱ変わった？変わったと思う。あ、そう。うん、やっぱ上手い人はさ、書いてんだよね。書いてる。上手い人は何書いてんだろうって見せてもらったら、こういうこと書いてるんだよね。なんかあれ持ってるじゃん。ヤテジブック。そう、持ってて、すっごい書いてるもんね。うん、書いてるし、ヤテジブック売ってないゴルフ場の自分で作ってるじゃん。うん。で、私はそこまでは作れないから、これは今日、今朝、太平洋について、マスター室の人に、うん、普段こういうのカートとかについてると思うんですけど、これだと当日と違うからってこと、ね、そうそうそう。もうこの数字が書いて何も書いてないやつを、すってくれって言って、すってくれました。まあ当日役に立つかどうかは分からないけど、まあ、自分の中での安心材料。まあね、安心感、うん、そうそうそう。あとこういうのももらってさ、普段自分がドライバーじゃ、200ヤード、まあ、230飛ぶとしてももしかしたらラフに入っちゃうかもしれないし、せいぜい平均200ヤードとして足し算引き算して、じゃあセカンドは8番アイアンだなとか、うん、ピッチングだなとかっていうのを全部書き出して、何が一番練習を多くすればいいのかっていうのを書き出して、もう無駄な練習はしない。もうこれがきっと確率的に多くなるだろうっていう練習しかしない。リマーリやっぱ書いた方がいいのかな。